はい、こんにちは。今日はですね、GSOMIA の執行が11月23日に迫る中で、アメリカが韓国に対して GSOMIA の維持を強く働きかけているという動きの中で、もしかすると日本にも譲歩を迫ってくるのではないかというニュースについてお伝えします。まずはですね、ニュースを読んでまいります。中央日報です。デイビッド・スティルウェル米国務省東アジア太平洋時間法が翌月、11月ですね、5日から7日、2泊で3日間ソウルを訪問する。11月22日深夜12時の GSOMIA の満了期限を2週間前にして、 GSOMIA の延長のために最後の通帳の意味合いで訪問するものだ。米国務省は24日、過去現地時間、スティルウェル時間法の7月16から18日に続く2回目の訪韓を発表し、韓国政府関係者と韓米同盟の強固さと米国のインド太平洋戦略、韓国の新南方政策に関し話し合うだろうととどめた。中略しまして、スティルウェル次官補は訪韓に先立ち、バンコクで開かれた東アジア首脳会議でユン・スング外交部次官補を含む韓日関係者と会って、 GSOMIA 延長の必要性について説得する予定だと知らされた。米国としては北東アジアで韓日米の安保協力の構造を維持する上で、 GSOMIA 維持の重要性を最終的に説得する機会にしたいという意味だ。高位消息筋はトランプ行政府だけでなく議会の両党まで GSOMIA 延長が必要だというのは超党派的に一致した立場とし、スティルウェル次官補が最近上院聴聞会で韓日葛藤に積極的に関与するという立場を明らかにしたため、韓日が妥協可能な解決策を見出すことに寄与するという考えを持っていると承知していると話した。彼はスティルウェル次官補が5日から7日の訪韓に先立って開かれる東アジア首脳会議でも韓米日米二国間接触と多国間接触を通じて GSOMIA の延長と韓日葛藤の解決を促す努力をするだろうと見通した。スティルウェル次官補は16日、上院外交委東アジア太平洋、いわゆる聴聞会に出席しても、最近の歴史葛藤と貿易、安保関連措置から始まった韓日関係の挑戦は、北東アジアに危険で不安な安保環境を作っているとして、米国は繰り返して韓国の GSOMIA 終了決定に対する懸念を表明してきたと話した。さらに米国の立場が2つの同盟の間で仲裁者の役割は果たさないという立場だが、これは確かに幅広い関与を排除したわけではないとして、米国はしばしば2国間または3者会合を通じて両国に気に入る解決策を見出すように促してきたとした。で、この韓日問題を担当するそのデイビッド・スティルウェル米国務省東アジア太平洋次官補はですね、日本には10月25から27日、韓国には11月5日から7日訪問します。ですからもういらっしゃってるんですね、日本にはね。で、この中央日報の記事に書かれているですね、スティルウェル次官補が最近の歴史葛藤と貿易安保関連措置から始まった韓日関係の挑戦は北東アジアに危険で不安な安保環境を作っているという発言をしたということが本当だとしますと、アメリカ側がですね、この GSOMIA 破棄と輸出管理問題、そしてこの徴用工問題と言われるこの3つの諸懸案を一つにリンクして理解しているということになります。で、日本としてはこれら3つは別々の問題、当然別々の問題なわけですけれども、これらを一つの問題としてもしアメリカが理解していると、リンクして理解しているということになりますと、これは日本の交渉にとって大変、憂慮すべき事態なわけです。しかしですね、今年の9月25日でしたよね、ニューヨークで開かれました日米首脳会談では、安倍首相の韓国政府への対応に関しまして、トランプ大統領がそれを 100% 支持したとも伝えられてますよね。ただですね、あの時はそうだったんですけど、今もそうだと思うんですけど、何が違うかって、今トランプ大統領自身が大きな問題を抱えてるんですよね。で、これは何かと申しますと、アメリカ軍のシリア撤退ですよね。
で、僕が思うにこれあのウクライナ疑惑より深刻だと思います。で、あのような形でシリアからアメリカ軍が撤退したことで、ウクライナ疑惑と何が違うかっていうと、今ですね、あのシリアの撤退に関してはそのトランプ支持派やですね、共和党内、そしてそのアメリカ軍関係者からその不満や批判が噴出している事態になってしまいました。ですので、このアメリカ軍関係者とトランプさんとの間に、溝ができてしまうっていうのはね、つまりですね、もともとトランプ大統領とアメリカの国防省の間には、あまりコミュニケーションがないんじゃないかという憶測がある中においてですよ、さらにアメリカ軍とトランプさんとの間にこのシリアの撤退が原因で溝ができるとなると、もうそのトランプさんが言うことっていうのがもう全然アメリカ軍関係者とか、国防省に通らないわけですからね。そういった意味でいくら我々があるいは日本政府が、トランプ大統領にこのジーソミアに関しての日本の立場っていうものを理解してもらうような主張、あるいはトランプさんに理解してもらっていたところでですね、それがその現場レベル、ジーソミアの交渉をする現場レベルにその主張が降りていかないということがもしあるとするとですね、あるいはそういう事態が起こりやすい環境があるのだとすると、それはいいことではないですよね。で、またもともとアメリカとしてはその日本と韓国の間にあるこの日韓請求権協定の問題っていうのは、あまり興味がないっていうのが本心だと思うんですよね。そうした場合にですね、つまりこうした状況を勘案した場合、その安倍首相の意向、日本政府の意向っていうのが、そのトランプさんを通じてアメリカのそのジーソミア交渉の担当レベル、現場レベルまで降りていかない。で、あるいはもともとそのアメリカっていうのが日韓請求権協定のその日韓の葛藤っていうことに興味がないということだとすると、そのアメリカが日本への譲歩を迫ってくる可能性ってのは十分あるわけです。もちろん韓国にもジーソミア延長を促すんでしょうけれども、その上でアメリカが日本に譲歩を迫ってくると、そういうことは十分可能性としてあり得るわけです。で、事実ですね、どうも一部情報によりますと、10月24日に行われました日韓首相会談はそのアメリカの働きかけもあったと言われていますね。また11月中旬ですね、米軍制服組のトップのマーク・ミリー統合参謀本部議長が日韓両国を訪問します。で、これは目的としては基本的にはその韓国へジーソミア破棄の再考を強く促す目的と言われていますけれども、日本にも来るので、その日本へもある一定の譲歩を迫ってくるという可能性があるわけです。ではここで日本はどうすべきかということなんですけど、日本としては毅然と対応すべきなんですよね。それはたとえ相手がアメリカであってもですね。いわゆる韓国政府が徴用工と主張している懸案ですね。これは日本から言うとその徴用工っていう考え方自体ちょっと見解をことにしてますので、それは理解した上で申し上げてるんですけど、いわゆる韓国政府が主張している徴用工と言われている懸案は、1965年に解決済みであること、そしてジーソミアと輸出管理っていうのはこのまるで次元の違う問題であり、解決は別々になされるべきであること、で、それらをですね、この事実に基づいてアメリカに分かりやすく説明し理解を得てですね、国際社会にも正しい事実発信をもっと積極的に日本政府はすべきなわけです。そうしたですね、日本の事実に基づいた正当な主張をするっていうことが、つまりはですね、日本がアメリカに安全保障を頼り切ってしまっているという現状を変えてですね、日本が自立できるようになるため その第一歩になるんじゃないかと僕は思います。で、つまりはその毅然と事実を国際社会に主張していくっていうことが、つまり日本の国際社会の中での日本社会の自立性というものを生み出しますし、国際社会の中でも主張すべきことは主張する、他国と健全な関係性を作れるという、より良き日本の国家像というものを生み出すことにつながると思います。で、こういったことを着実に積み重ねていくことが最終的にはですね、より良い憲法改正の議論というものを日本国民レベルで
いい意味で行われるきっかけになると思われます。で、日本は今そのこれまでの主張しない、そして事なかれ主義的な外交からですね、大きく生まれ変われるチャンスを目の前にしています。で、ここで日本はですね、後世のためにも、そしてより良い日本を作るためにも、その自立できる日本を目指し、毅然と冷静にアメリカと韓国に我が国の事実に基づいた正しい主張を行っていくべきだと思います。ありがとうございました。